剣道で重要なのは足。いつでも打てる、いつでもさばける、最強の足さばきを手に入れるために円の足さばきトレーニング頑張っていきましょう。この動画を見て毎日チャレンジしてください。さあ始まりました、足さばき強化メニューです。剣道において足さばきはものすごく重要なポイント。円の足さばきはすり足をしながら回るだけなので、このように自宅で簡単にライバルと差をつけることができます。意識するポイントは、前に行った時に後ろに速く蹴る力と、後ろに行った時に前に速く蹴る力を意識してください。今回はあえてコテを置かせていただきましたが、このようにコテ2つ分ぐらい並べた縦長の円を描くような意識ですり足を行ってみてください。すり足のポイントは、できるだけ細かく動かすことを意識してください。大きくなってしまうと上下運動が発生して、マンションではできなくなってしまいます。音が鳴らないように、滑らかにすり足ができるように意識しましょう。さあ1分が経過しましたが、序盤からできるだけ早く全力で行っていきましょう。今回は4分間かける2セット、間に2分の休憩を入れます。気合い入れていきましょう。この時に絶対に負けたくないライバルを想像したり、何としても勝ちたい大会を想像しながら、自分に妥協せず最初の段階から全力で追い込んでいきましょう。限界突破が重要です。ラスト20秒、右回りが終わったらそのまま左回りの円の足さばきに入っていきます。右回り最後追い込んでいきましょう。遅くなってきてますよ、早く早く意識してください。さあそのまま左回りに入っていきます。小中学生なら試合の延長戦、高校生以上の方は試合の前半が終わり、苦しくなってきた時に細かく速く足を動かせる力を養っていきましょう。改めて上下運動になっていないか、細かく足を動かせているか、前に行った時に後ろに蹴る力、後ろに行った時に前に蹴る力を意識できているのか、辛くなってきた時こそ意識力大事です。頑張りましょう。小中学生は苦しい時に一本取り切る足さばき、高校生以上の人は試合後半苦しい中で一本狙いに行く力、ところを意識しながらラスト追い込んでいきましょう。ラストラスト、小さく小さく、早く早くスピードを上げていきましょう。絶対に負けるな、自分に負けるな、追い込め。残り30秒、踏ん張れ踏ん張れ、ここを乗り切らないと試合も乗り切ることができないぞ。ラストだ、追い込め。ラスト10秒、余力を残すな。前半戦お疲れ様でした。深呼吸をして呼吸を整えましょう。また足を伸ばしながら次の試合に備えていきましょう。短い時間でいかに疲労回復ができるか、これが非常に大切なポイントです。苦しい時こそポジティブに、まだまだいけるぞ、俺は最強だから大丈夫、円の足さばきで俺以上に追い込んでるやつはいない、
そう考えながら休んでいきましょう。残り1分です。この休憩の間が余裕だなと感じるようになってくれば、予選リーグ2試合勝ち抜いたも同然です。残り決勝リーグ4試合勝ち抜くために、この動画を最後まで見終わった後、小中学生はもう1セット、高校生以上はもう2セット勝ち抜くことができれば優勝したも同然です。優勝をイメージしながら誰にも負けない足さばきを手に入れましょう。残り25秒しっかり休憩していきましょう。さあ準備。後半戦も序盤から全力でやっていきましょう。4分間持たせようという気持ちでやったらダメです。そんなの試合では通用しません。練習の時に全力でやっていれば自分自身の限界を知ることができるので、試合の時にいつも以上の力を発揮することもできます。だからこそ今苦しむべきなんです。頑張りましょう。また忘れていませんか？上下運動はしない。できるだけ細かく。そして攻め入る時の前に蹴る力、相手が来た時に後ろに蹴る力を意識しながら、スピードをできるだけ速く頑張っていきましょう。足の親指の付け根に体重を乗せてください。疲れてくると外側に体重が乗ったり、かかとに体重が乗ったりすることもあります。常に母指球、親指の付け根のあたりに体重を乗せながら細かく速く動かしていきましょう。前半戦残り30秒です。頑張ってください。右回りラスト20秒、その足さばきで後悔は残らないか、全力で追い込みましょう。さあ苦しい中での左回り、特に左足が外側に重心が乗りがちなので、親指の付け根を意識しながら、できるだけ速く細かく動かすことを意識して頑張りましょう。きつい時はポジティブ。俺やれてるぞ、細かく動かせてる、優勝は目前だ、絶対最後まで気抜かない、楽しんで勝ち抜くぞ、そういった気持ちでやっていきましょう。もっと早く前に詰める。相手が来ると後ろにさばく。苦しいけど残りラスト1分追い込んでいきましょう。今の足の動きから半分ぐらい細かく動かしましょう。きつい時こそ意識が大事です。ただの運動にならないように試合を意識しながら、ラスト30秒追い込んでいきましょう。
ラスト20秒、負けるな負けるな、早く早く。ラスト10秒、絞り出せ。お疲れ様でした。よく自分に負けずに最後まで勝ち抜きました。必ず試合の結果に結びついてきます。継続していきましょう。よっしゃ。剣の足さばき、ものすごく地味できついんですけれども、前に打つ力だったりとか、後ろにさばく力だったりとか、そういったところを徹底的に鍛えることができますので、きついんですが乗り越えて、ぜひ最強の足さばき、いつでも打てる、いつでもさばける足さばき、習得してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。きつい。